はい、本日はこちら J リーグオフィシャルトレーディングカード、このねバラパックを開けていきたいと思います。今日はですね、マツダゼルビアとサンフレッチェ広島の、まあ、大事なですね、 J リーグの優勝をかけた大一番があるので、ゼルビアとですねサンフレッチェの選手を狙って開けていきたいなというふうに思っています。楽しみすぎるって言ってるとですね、なかなか出てこないんですよ本当に。あ、ですよ、藤尾翔太いいじゃないですか。藤尾、あ、佐々木翔、すごい、藤尾佐々木ね、え、合計これで、ね、意外と出ないんだよ。合計意外と出ない説。そう、レガルタチームだよ、サンフレッチェは。うん、レガルタチーム、あ、なんか田中俊太、本物の田中俊太。あ、そう、あ、田中聡と田中俊太がね、もうちょっといまいち区別がつかない時があってですね、井出口、川原、コンカーズ、井上潮、安田ね、2パックでサンフレッチェ、ゼルビア1枚1枚ですよ。これね、コンプするのとかもね、めちゃくちゃ難しいんですよ。川崎翔太選手、泉選手、藤原ジャーメー。これね、後ろ2枚はね、だいたい J2 なんですよね。そう。はい。7パック入ってるうちの、5枚は J1、2枚が J2 になっておりますね。はい。続き。ジンヒョン、池田、あれ、森田子、エリッソン、お、バスケスバイロン出ました。バスケスバイロン、ラララララララ。はい。続きまして。ゼルビアとサンフレッチェだって言ってんのに。まあいいでしょう。はい、浦和レッツ、レイソル、FC 東京、アントラーズ、馬場聖也、はい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 、北川晃也、なんか北川晃也ね、スーパープレイやってましたね。なんで？なんかフェルミーノみたいな、ノールック、ヒールパスみたいな、出しましたね。素晴らしいですよね。はい、佐々木、大樹の方の佐々木、マテちゃん。あ、マテちゃん。はい。え、本当に最初の1パック目で藤尾と佐々木翔が出ただけで、その後ゼルビアとサンフレッチェ1枚も出てこないんですけど、すごいっすよね。すごいですね。こういうもんなんでしょうか。あ、来ました、大橋さん来ましたね。あ、大橋、はい、大橋いなくなったっけ。大橋いなくなったんでしたっけ。あ、ナさん出ました、ナさん、ナさんほ、ナさんほ、ナさんほさん出ました。サークルがどんどん広がっていく、サッカーサークルがどんどん広がっていく。はい、伊藤ちゃん、お、細山、いいね、エンリケトラベザンヌ、ナオミちゃん、アラーノ、はい、ゼルビアとサンフレッチェを狙っていく。でも大阪は生あっても嬉しいですよね。はい、嬉しいです。大阪知ってるよね。大阪って言ったらもうだってね、ある意味もう代表的なね、日本で最も有名なサッカー選手って多分じゃない。もうあと2パックしかない。なんとも残酷な2パックだし、なんかレギュラーカードしか出ないのは結構。あ、東選手出ましたね。東サンフレッチェ。東じゃないです。東俊樹春季ですね。東春季。マイクマセイヤもいない、谷光成、いい感じですね。ちょっと出てきましたね、サンフレッチェとゼルビアがね。はい、ラスト1パック、ラスト1パック、 Can you? ラスト1パック、 Yes! I can! はい、芝都会、はい、ゼルビア出ました。結構出ましたね。こう考えると今回は上振れと言っていいんじゃないでしょうか。ということで、はい、以上でございます。まあ大体ですね、こう1ボックス開けると自分の推しチームの選手が、まあ、2枚から3枚、ひどい時はほんと1枚も出ないみたいなこともあったりするんですけど、今日は結構出ましたね。はい、今夜ゼルビアとサンフレッチェ優勝を争う大事な試合、一体どんな結果となるのか楽しみです。ありがとう。